皆さんおはようございます、こんにちは、さよならということでやってまいりました、芋竹チャンネルへようこそ。本日はですね、こちら兵庫県にあります三田駅の方に来ております。今回なんですけどね、この三田駅の方から神戸にあります三宮の方まで移動していきたいと思います。唐突ですいません、皆さんに質問がございます。質問か、この三田駅の方からね、神戸駅の方まで移動していくとなったらね、皆さんは何を使われてね移動しますかね。やっぱりね、電車という方が多いと思うんですよね。まあ、電車でね、この三田駅から三宮駅まで行った場合は810円ほどかかるんですけどね、今回はですね、この三田駅から三宮駅までね、バスで移動していきます。なんとね、バスの値段は730円ということでね、そのバスが一体どんなバスなんかね、今回はね、ちょっと実際乗ってみたということでね、今回の動画をお届けしたいと思います。でね、こういうね、市バスみたいなね、バスじゃなくてね、なんと高速バスのね、車両が使われているということでね、いやー非常に楽しみですね。まあ、早速ね、乗り場に向かいまして、バスに乗りたいと思います。ということで本日の動画もよろしくお願いいたします。さあ行くぞ。今回乗車するバスはこちらになります。地下鉄三宮駅です。ここの三田駅から約1時間かけまして、終点の地下鉄三宮駅前まで、運転します。早速ね、乗車していきたいと思います。乗車しますとこんな感じ、2対2のシートが並んでおります。まあ、修学旅行とかで伝わるじゃねえわ、使われるね、バスと同じバスでしょう多分。はい、そしてここには運賃表がございます。運賃はですね、730円でございます。いや本当に安いですよね。高速バスのこういうリクライニングが倒せるやつでね、730円って結構安いと思います。まあ、簡単に座席紹介で、今のなんか棒みたいなんでリクライニング倒れて、これボトルなんか置けるやつと、で荷物かけるやつ、そしてなんか入れるやつがあります。そしてここにピンボーンって次止まりますのやつがありますね。でこうやって腕をマーンって置けるやつがありますけど、この後ね、隣にも人が乗ってきてね、この後めちゃくちゃ満席になります、このバス。はい、でカーテンは、なんかタクシーでありそうなカーテンですね。で非常に快適そうな高速バスですね。リクライニング倒すとこんな感じ、結構倒れるんですね。まあどれぐらい倒れるかっていうと、入射角と反射角あるじゃないですか。まああれがちょっと開いてるぐらいですね。はい、早速バスは16時42分 JR 三田駅を発車していきます。次の停車駅はですね、三田アウトレットモールですね。アウトレットモール、三田どっちの方がいいかな、ちょっと僕よくわからないんですけど、次のアウトレットモールからね、お客さんがいっぱい乗ってこられると思います。ここにはなんか阪急バス止まってますね。ここまで来るんですね。で、はい、これ目の前に見えますのは神戸電鉄線の三田駅です。このバスは約1時間かけまして終点の JR 神戸三宮駅前に到着する予定です。そしてね、車内紹介の時に紹介してなかったところがありまして、それは天井部分でございます。読書灯と ヒーターなんか冷房がございました。今の時期に冷房はちょっと危ないですね。そして混み具合はこんな感じ。そしてね、このね、バスから見るね、紅葉が本日はとても綺麗かったですね。まあ、これね、撮影したの確か11月の中旬あたりなんですけどね、まあ、その時紅葉が非常に綺麗でね、まあ、紅葉見に行こうよってね、なんちゃってね、はい、と思いましたね。いやー、目の前に見えますのはため池でございます。そして紅葉本当に綺麗やな。なんか赤と黄色と緑の紅葉マジで綺麗ですね。映えますね。これインスタ映えしまくりますね。そしてここでバスは一旦停車しました。そう、今からですね、三田アウトレットモールのね、バス停に向かうところでございます。僕ね、三田にアウトレットモールがあるっていうことをね、全然最近まで知らなかったです。はい、関西人なのに三田にアウトレットモールがあることすら知らないバカです。はい、本当に申し訳ございません。なんかね、宝塚サービスエリアみたいに似てるんですよね、ここね。三田のアウトレットモールってね、宝塚にあるサービスエリアあるんですよ。高速道路のにあるサービスエリア、そこにちょっと似てるんですよね。まあ、ちょっとこれ共感できる方いらっしゃいましたら共感しないでください。そしてちょっと遅すぎるんで2倍速でちょっとお送りしていきます。三田のアウトレットモールって何があるんですかね、気になりますね。でね、人が多いですね。でウィーンって右に曲がりまして、次左に曲がっていきます。次左にウィーンって曲がっていくんですよね。そしてね、またね、次は右に曲がっていきます。右にマリオカートちゃいますよ。次、あ、ちょっと一回止まりましたね。それで右にウィーンって回っていくんですよね。それでここのバス停に着くと、はい、三田アウトレットモールのバス停に到着。てか人多すぎるんですよ、これやばい。めっちゃ人多くてね、もうこのね、バス停からめちゃくちゃ乗り込んできたんですよね。
乗車率に関しましてはもう 100% ぐらいですね。はい、ぴったりぐらい、ぴったりぐらいですね。もう座席全部埋まってたんでね、もう次のね、次の停車駅が確かね、神戸な三田のイオンなんですよね。まあめっちゃ近いんですよ、ここから先の次のバス停って。あの三田アウトレットモールを出たところのもうすぐバス停があるんですよね。ちょっと見ていただいたら分かると思うんですけど、早速なんか下り坂を、下りまして、まずは左に旋回していきます。ウィーンって左に旋回しまして、サンダーアウトレットモールからおさらばでございます。でね、もう次の停車駅です。何やったっけ、なんかイオンなんですよ。とりあえずイオンモールだったんですけど、そのイオンモールの名前を僕は忘れてしまいました。そしてイオンモールにやってきました。はい、これイオンでしょう。はい、皆さんが知ってるイオンですよね。学生ではよく行くイオンですけど、このイオンにね、もうすぐ着くんですよね。サンダーのアウトレットモールの向かい側にあるんですよね、イオンが。いや、非常にね、近い。そしてマクドナルドがある。なんでそこだけ映すね。M だけ映す投稿者がどこにいるか、バカ。で、止まれの標識がありまして、左に曲がっていきます。で、間もなく、イオンのバス停に着きます。まあ、そこから乗ってくる人はね、だいたい6、7人ぐらいでしたね、確か。6、7人ぐらいが乗ってきましたね、はい。はい、ということで、到着、これですね、バス停は。こちらでございます。あ、3人ぐらいしかいませんでしたね。イオンのバス停を発車すると、もうすぐね、なんちゃらインターチェンジをねくぐり抜けまして、高速道路を走っていきます。ここで皆さんに聞きたいことがあるんですけど、高速道路ってなんか良くないですか。特にね、なんか真っ昼間のね、高速道路ビヨン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 って走る姿がね、僕大好きなんですよね。車乗ってる時で一番楽しい時ってね、僕高速道路乗ってる時なんですよね。それってなんでか、もうこれはね、スピードが速いんですよね。まずスピードが速いからですね。このバスもめちゃくちゃ速いんですよね、スピード。ほら見てください、新幹線に見えません、皆さん。絶対見えませんね。はい、で、乗車率こんな感じです。はい、立ってる人いません。乗車率こんな感じです。僕の隣にも知らん人座ってきました。そしてまたまたなんか乗り換えインターチェンジみたいな、はい、通りまして、次の高速道路へと進みます。次の高速道路ってなんや。でね、めっちゃ景色が綺麗なんですよ。これ見てください、わかります、これ。左わかります、めっちゃ綺麗かったでしょ。今ちょっとカルピスが主張激しすぎてね、なんかちょっとあんまり見えないかもしれないんですけど、めっちゃ夜景が綺麗かったですよ。だからね、皆さんこのバス乗る、普通におすすめしますわ。はい、普通にね、なんか遊び帰りとかでもね、ゆっくり楽に帰れるんでね。しかも電車より安いってどういうことですかね。電車よりも安く快適、リクライニングを倒せて、めっちゃお休み、スイ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 寝れる、こんな快適なバスがどこにありますか。ここです。そう、新規バスに皆さん乗りましょう。そんなね、変な話してましたら、めちゃくちゃ爆睡してしまいまして、いつの間にか新幹線と地下鉄と乗り換えられる駅、どこやこれ、新神戸に到着しておりました。次の停車駅がまさかの終点のJR 神戸三宮駅前でございます。いや、ここで降りる人も結構多かったですよ。まあ、ここから東京に行く人とか多分いると思うんですけどね。まあ、バスの乗車率そんなに変わってませんでした。はい、終わりです。何時何分何秒かに、バスは新神戸駅を発車していきます。新神戸からね、三宮って意外とね、徒歩でも行けるんですよね。まあ、大体20分ぐらいでね、まあ、新神戸三宮ってね、まあ、歩いたらいけるんでね。ただね、信号がないんでね、多分遠回りしないといけませんね。これちょっとむずいですね、これ行き方は。はい、そして夜の神戸の街を駆け抜けながら、まもなくバスは終点の三宮に着きます。ここまで僕は30分ぐらい寝てましたので、動画の、動画の時間は非常に短くなってると思います。申し訳ございません。ただね、寝るってことはそれぐらい快適なんですよ、わかります。だから皆さんもね、サンダーからね、神戸に帰りたい時はね、もう絶対にバス使ってください。もうこれはもう圧倒的におすすめします。電車よりも安くて快適ですよ。はい、こんないいことありませんよ、本当に。皆さん乗ってみてくださいね、本当にね。やばい、ジャパネット高田さんが出てしまった。あ、なんもないです。新規バスをご利用いただきましてありがとうございました。
すいません、皆様に謝らないといけないことがございます。JR 神戸三宮駅前じゃなくて地下鉄、三宮駅前でした。大変、ここへ訂正いたします。申し訳ございませんでした。ということで、まもなくこのバスは地下鉄三宮駅前に到着します。ここまでかかった時間は約1時間ほどです。1時間5分ぐらいですね。三田から神戸までね、1時間5分って結構早いと思うんですけどね。ありがとうございました。地下鉄三宮駅前終点です。ワッフルの場合をご注意願います。ということで、終点の駅に到着しましたけれども、なんか降りる人が多すぎてね、こうやってなんか自撮りを決めておりますけど、顔長すぎるやろこいつ。なんか卵焼き並みに顔長いですけど、これなんか煮卵みたいですね、この人の顔。はい、ちょっとびっくりですね。ということで、バス降りまして、今回はね、新規バス3だから JR 地下鉄三宮駅前まで乗車しましたが、皆さんどうだったでしょうか。いや、絶対にね、おすすめするバスなんでね、皆さんも一度は絶対乗ってみた方がいいと思います。ということで、本日の動画はここまで。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。